北朝鮮の方がアメリカより言論、アメリカよりも北朝鮮の方が自由、自由だと。子供たちがイスラエル軍に捕まって、ね、で自白を強要させられるらしいですね。そうそう、ハマスと言えと。結構あちこちで言論統制されている。そう言論の自由度って何でしょう、ね、ない70位。こんにちは、カズです。こんにちは、カズです。越境 3.0! すっごい息ぴったり。はい、ありがとうございます。はい、皆さんご存知の、元衆議院、元総務大臣で、そして衆議院議員の原口和弘さん、はい、カズさんです。よろしくお願いします。カズさん、前に、何日か前に、マックスさんとの僕の対談で、ね、すごいですね。はい、北朝鮮脱北者のパクヨンミさんの告白。すごい。あれ、僕いくつも動画見たけど、決死の勢いで、北朝鮮で飢えるっていうことはそれは死ぬっていうことですと、うんうん、それから北朝鮮で愛と言ったらそれはいわゆるラブの愛ではなくて、あの金正恩様に対する愛のことを言うんですとかね、いっぱい。もでもそれにしても彼女が講演の中で言ったあの言葉はすごいですね。そう、そのパク・ヨンミさんのことを X の方でも取り上げていただい て、で、その彼女の講演の動画がね、ネット上にいくつもあるんで、それをいくつも見て。いや、それも、カズさんの、ね、マックスさんとカズさんの対談で知ったんですよ。うん、僕だって動画とかも全然フルで見てないですもん。ああ、僕はその後ね、朝だったから何回か今見てたらお客さんいろいろ来るから、その間にずっと、早送りして見てるんですよ。はい、で、実際どうでした？率直な感想としてね、どういうことを彼女は訴えていたのか。いや、一番驚いたのは、まさにマックスさんが言ってた、北朝鮮の方がアメリカより言論、アメリカよりも北朝鮮の方が自由。自由だと。ただ、決死の思いで出てって、そしてたどり着いたところがアメリカじゃないですか。うんうん。その決死の思いで出てく、その過程もいっぱい喋ってるんですよ。彼女は北朝鮮からまず中国に、中国にお母さんと一緒に逃げて、逃げてで中国から今度モンゴルに行って、モンゴルに行ってでモンゴルから韓国に来て、韓国行ってアメリカ行ってるっていうね。で中国の日があそこに行けば一杯のご飯が食べられるって、うんうん、それで逃げていくわけですよ。もうじゃあ本当に飢えと戦いながら、そう、うん、もう飢えるっていうことは死ぬっていうことなんです。そうですよね。でもそんな彼女はコロンビア大学の大学生になっちゃったわけでしょ。すごいですよ。すごい努力されたのか。ものすごい努力と、まあ元々のね素質もあるんでしょうけど、すごい綺麗な女性なんですよね。そう、綺麗で、でお姉さんもおられるんですよね。でそのお姉さんがどうなったかっていうのはまだそこの動画まではたどり着いてないんですよ。うんうん、再生回数が今すごいことになってるみたいで、何千万回で、はい、そうなると思う。でもなんか単純に考えるとね、うん、北朝鮮から逃げてきて脱北してきてアメリカにいる北朝鮮人じゃないですか、これ普通に考えたら北朝鮮は本当に苦しいところなんだよ、うん、貧しいところなんだよ、うん、でなんかアメリカのプロパガンダで利用されるようなね、そうそういった立ち位置なんじゃないか。いや確かにそれは言ってるんですよ。だから脱北 してるわけですよ ね、うん、脱北の時の今言ったようなことは言ってんだけど、それでたどり着いたところが自由の国と言えるんだろうかっていうからもっと重いんですよ。うーん、北朝鮮は別にひどくないとは言ってないんですよ、うん、だけど北朝鮮もひどいと、うん、ひどいけどアメリカはそれ以上に、アメリカのこの言論の状況っていうのは何なんだっていうことですよね、うん、重いですね。むちゃくちゃ重い。だからもうずっとね、僕動画見ながら、あ、この人30かな、今29かな、そんくらいなんですよ。僕の子供ぐらいの年なんだけど、うん、本当命がけ、エスケープっていうのが何を意味しますかとか一つずつ言っていくわけですよ。それは死と直結してるんですよ、うんうん、北朝鮮においてはね、うん、だけどそうやって流れて中あのアメリカが来たところが、そこがで見たものがこうだったっていうか、本当カズさんおっしゃるように重いんですよ。まあ彼女がねそんだけ今発信してるっていうのも何か意味がある気がするんですけども、今このタイミングでそういうことを発信してるっていうのがね、だからね、やっぱりこう人間として必要なもの、うん、よくカズさんが越境 3.0 で中東の状況だねおっしゃるじゃないですか、うん、昨日ね政府の人間が来たんで、
あのウクライナへのロシアの侵略は許さないって言うから、うん、ああそうだよねって。でもね、じゃあガザのこの状況 G7 で許したのなんでって聞いたら絶句してました。うん、まあまあ、ダブルスタンダードですよね。ダブルスタンダードでしょ、うん、で今朝のあれでもね、あのアメリカの軍人さんで、あの亡くなられた方がおられるじゃないですか、昇進、あれあれをちょっと YouTube で言えないあれですね、うん、で彼の笑顔を忘れないっていうのを世界的に友達があの送ってきたんですよ、うん、でそれは彼は何でやったかというと、もうあまりの子供たちが日々殺され、赤ちゃんまで殺されるっていうんで、うん、自分でその自分に火をつけて抗議したんですね、うん、マクセルさんっていうんだけど、うん、そのマクセルさんの笑顔を忘れないんだ、うん、マクセルさんのあげてくれたことはまさにその何ていうかな、自分たちの人間性を思い起こそうということだったんだと、うん、ああごめんなさい、アーロン・ブシュネルさんですね、うん、アーロン・ブシュネルさんの言葉って このすごい笑顔でしょ、はいはい、で彼はね自分の動画でそこに至るまでを、自分はね本当は神様からこうやってもらったものだから自分でこうしちゃいけないけども、あの人間性っていうかな、そのためにやりますって言って、それで火に包まれていくわけですね。なんかあのアラブの春を彷彿させますね。あそうですね、あれもそういった若者のね、なんか焼身自殺がきっかけとなりましたね、うん、そうでしたね、うん、だからやっぱり世界、僕らは獣でっていうか獣だって心があるわけだけど、うん、その心をなくした悪魔みたいなものと戦ってるんですよね、うん、そうですね、うん、あのパレスチナのヨルダン川西岸地区なんかでは、うん、その、まあ、子供たちがイスラエル軍に捕まって、ね、で自白を強要させられるらしいですね。そうそう、お前はハマスだろと、うん、でハマスじゃないよって言うじゃないですか、うんうん、いや絶対ハマスだと、うん、ハマスに違いない、ハマスと言えと言わされるんですよ。ひどいですね。ハマスじゃない、だってハマスってあの政党だし、その政党のまあ軍事部門もあるわけだけど、その子供が軍事部門にいるわけない、いるわけがないし、ぶっちゃけ誰がハマスかなんて分かりっこないんですよ。分かりっこない、頭に言ってハマスって書いてあるわけじゃないですからね。書くわけないですからね。書くわけないですからね、でなんかそれって結局憎しみの連鎖じゃないですか、うん、そんなことがずっと続いてたら、そりゃもうじゃあなんか、じゃあ俺もハマスに入って仕返ししてやれとか、いやそうですね、あるわけだから、プロテストですよね。あるこれはあの中東のもう20年ぐらい前かな、ある外交官が僕のところ来られたんですよ、うん、彼の言葉を今でも忘れません。あの戦車で引き殺すのがね、それがあの正当化されて、うん、それに石を持って抵抗するのがテロリストって、うん、そうおかしくないですかってその方はおっしゃったんですね、うん、で今のパレスチナはそうですよ。そう、うん、石ころ投げてる子供たちがこいつはテロリストだって、うん、そう言われてるわけです。冗談じゃないと、うん、だからまあでもこんなことをやってたらね、うん、もう大変なことになると思いますよ、うん、だから、ね、問題なのはやっぱりそういうことが結構あちこちで言論統制されている。そうこれはイスラエルとガザの戦争だけではないけれども、まあ、例の あの注射の件もそうだし、そうウクライナ戦争の件もそうだし、う、まあ、西側諸国のね、うん、グローバリズムの都合のいいような情報になんか加工されて配信されちゃってるから、おっしゃる通り、だから言論統制だ。ニコニコなんかもそうじゃないですか、うん、今ニコニコがねそうやばいことになってるけど、やられてる。そうあれなんか最初、まあ、1週間とか2週間で済むのかなとか思ったら、あれもう2ヶ月ですよ。2ヶ月7月の末までもう復旧できないっていう発表があって、ね、それって誰やってんですかっていう話ですよね。え、まあ、そういうのもあるし、なんか動画もなんかいろいろとバンされてる方々も多いし、ね、どん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 言論統制されてる、うん、だからあの今日の話のね、パク・ヨンミさんがおっしゃっていた、なんかまあ北朝鮮ももちろんそういう統制あるけど、うんうん、アメリカはそれ以上の統制があって、そうなんか自由じゃないねって言ってたじゃないですか。そうそれね、実は一言じゃなくて日本もそうなんですよ。いや日本は、ね、もっとそうだ言論の自由度って何でしょう。ない、ない、70位ランキング、70位ですよね、世界ランキングね。だからなんかもう
テレビ新聞だけ見てる人たちは例の注射の被害だってもう莫大に受けてるわけですよ。ね、そうですね、うんうん、でこのパク・ヒョンミさんが言ってた、おまけに統制されてる上に二重基準、ダブルスタンダードだから、うんうん、人間の尊厳とか自由が守られないっていうのは彼女の言う通りだと思います。そうですね。これね、皆さんこれご覧の方、パク・ヨンミって、コロンビア大学で検索すると出てきます、うん、そう、あのアルファベットでね、うん、検索すると出てきますんで、うん、ちょっとそちら皆さん検索してぜひご覧になってみてください、はい、でそして、まあ、カズさんの朝の X のスペースの方も毎朝最新情報、国際情勢、経済、政治、いろんなテーマで発信していただいてるんで、あのラジオ感覚でぜひ聞いてみることをお勧めします。僕も毎朝ほぼ参加してますんで、あのもうカズさん参加されるようになってさらに人気が増しました。いやもう楽しくて勉強になるし、しかも体力作りにもいいですしね。喋りながら僕ウォーキングしてるんで。僕はあの机の上でやってますけどね。ということで皆さんぜひ原口和弘 X スペースの方でもお会いしましょう。越境 3.0 も登録たくさん、はい、お願いします。ということで、本日のゲストは、元総務大臣衆議院議員の原口和弘カズさんでした。カズさんありがとうございました。カズさんありがとうございます。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日の8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。ありがとうございました。せーの、Here we go! つながりたいあなた待ってます。